絵画骨董買取プロ集華堂の江夏です。絵画骨董買取プロでは美術品の評価査定買取を行っております。はい、こちら小木須貴則先生のパリの風景ですね。こちらをレストランマックスと書いてありますけれども、タイトルはレストランマックスというタイトルですね。はい、小木須、パリを描いた風景のパリ、ですねを題材にした風景ですね、ゆとりろ、小木須貴則、そして佐伯雄三先生なんか有名かと思いますけれども、はい、この、小木須先生の何とも言えないこう壁のこうちょっと経年劣化したような壁の色とかですね、煙突、パリの街並み、非常に魅力がある、哀愁漂った、パリの風景ですね、大変魅力があります。リトグラフという技法にも非常にマッチした作風ではないかと思います。小木須先生の、エディション番号と、はい、サインが入りますね。はい、小木須貴則先生を中心にパリの風景を描いた作品ですね。ぜひ買い取りを行っておりますので、ゆとりろ、小木須貴則、佐伯雄三先生の作品など、ございましたらこちらにご一報ください。絵画骨董買取プロでした。